皆さんこんにちは、ヨーヨーアーティストの周高田です。今6回世界大会で優勝してて、ヨーヨーのパフォーマーとして日本を拠点に世界中でパフォーマンスさせてもらってます。多分初めてヨーヨーって聞くとおもちゃのヨーヨーを多分皆さんこうやって想像すると思うんですけど、ヨーヨーの世界っていうのは実はこう世界大会みたいのがあって、毎年8月に世界大会が開かれます。僕らそのヨーヨーのアーティストはステージで3分間音楽に合わせて演技をします。技術点と芸術点の2つの項目から審査をされます。どれだけその芸術的に音楽に合わせてパフォーマンスができるか、どれだけ技が難しくできるかっていうのが評価の対象になってきます。ヨーヨーの他の大会に出てる人ってダンスとかこう全然取り込んだりとかしてなくて、世界で僕しかやってないスタイルなんですけど、今のスタイルに行き着いたのはもうそのヨーヨーってめちゃくちゃこの体の前ですごい複雑なトリックをやるのが主流なんですけど、それをパフォーマンスでやったらみんなよくわかんないってなっちゃうんで、そうならないようにするために自分なりにどうしたらこうパフォーマンスがかっこよくなるかなって考えてダンスを取り入れるようにしました。楽しみ方がすごいたくさんあることがヨーヨーの魅力じゃんじゃないかなって思います。その自分のモデルのヨーヨーを販売したりとかするために世界大会で優勝したりとか、でそういう気持ちで頑張って練習すると自分の技だったりとかをステージでどういう風に見せたら面白くなるかなっていう自己表現の楽しさを学べるし、あと世界中に友達ができるのもそうだし、ヨーヨーとかもコレクションして楽しんだりとかそういうこともできるので、本当楽しみ方が人それぞれで、ヨーヨー一つでそのいろんな多様性を学べるってところがヨーヨーの魅力なんじゃないかなって思います。今はとりあえずいろんな国でいろんな場所でヨーヨーのパフォーマンスをして、いまだに世界中でやっぱヨーヨーって言われると、何それみたいな、ちょっと半笑いみたいな感じで言われることが多いんですけど、自分のパフォーマンスを通じて、あ、ヨーヨーってめちゃくちゃかっこいいじゃんってみんなに思ってもらえるようなパフォーマンスをすることが目標です。で特に今は結構サーカス業界だったりとか、ショーエンターテインメント業界にすごい力を入れてるので、自分のストリートカルチャーのスタイルをサーカス業界に持っていきたいなと思ってます。これを見てくれてる皆さん、インタビューを聞いてくれてありがとうございます。結構ヨーヨーをかっこよくみんなに届けたいと思うので、ぜひこれからの僕の活動とか SNS チェックしてもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。